デイナイトは2019年1月26日公開の日本映画山田孝之プロデュース安倍晋之助企画原案主演人間の善と悪をテーマに父の自殺を機に帰京して父の裏の顔を知った主人公が人間の二面性に振り回されつつやがて自らも裏影に落ちていく姿を描く公開に先立ち 広島国際映画祭2018に特別、招待作品として出品され2018年11月25日にプレミア上映。また前編が撮影された秋田県にて2019年1月19日から先行上映された。大手企業の不正を内部告発した父が自殺に追い込まれ、東京の居酒屋で働いていた赤石工事は不法を聞いて実家へと帰郷する。 父の死の真相を探りつつ、父が残した負債のため金策に走り、残された母、妹との関係も破綻寸前となる中で、明石の前に児童養護施設のオーナー、北村健一が現れる。北村の計らいにより養護施設の厨房を任されることとなった明石は、北村が孤児たちを父親のごとく養う傍らで、孤児たちを養うために非合法な手段で金稼ぎを、 していることを知る。子供たちを生かすためなら、犯罪をも厭わないの信念のもと、正義と犯罪を両立する、北村に、赤氏は見せられていき、施設に暮らす少女、王の七は、そんな赤氏を気にかけ、心を通わせる。次第に復讐心に駆られた赤氏は、父の無念を晴らすべく、やがて善悪の境界線を踏み越えていく。ありがとうございます。